心が躍る。ストーリー、佐藤満。出演、地引き号。一週間働いた後のお酒が、これだけ染みるなら、十年働いた後のお酒は、どれだけ染みるのだろう。想像する。心が躍る。大学を卒業し、今の会社に勤めて10年目になる。1ヶ月休暇を取ることにした。心身の不調や育休や転職でもなく、1ヶ月休暇を取ると仕事関係の人たちに伝える。過去に例がなく困惑させたが、予想に反してみんな快く送り出してくれた。案外行ってみるものだなって思う。この文章はタイのチェンマイで書いている。数日前にいたラオスより涼しくて過ごしやすい。毎日昼頃に起きる。ご飯を食べて散歩をする。宿に戻り水浴びをして昼寝をする。起きたら夕日が見える場所へ移動する。場所はなるべく風が気持ちいい外がいい。ビール瓶を片手に橙色に染まる空を眺める。どこの国のどの町にいても同じだ。夕日を見ながらビールを飲む。この休暇で気づいたことがある。一口目は必ずブハーと言ってしまう。そして一口目が一番うまい。しみる。このための10年だった気がしてくる。とはいえと、逆にが頻繁に飛び交い、右も左も上も下もわからなくなり、平行感覚が鍛えられる打ち合わせ。上司に言わないから悩みなどあれば自由に教えてほしいと人事に言われたので素直に答えたら、上司に筒抜けで C 査定だった1年目。深夜の撮影で近所の公民館のトイレを借りたら、何者かに外から鍵をかけられ、セコムが作動しパトカーが何台も来た。ロケ撮影25時間ぶっ通しで続いた打ち合わせの時は、心の中でサライが流れていた。2000人以上社員がいるのに、20代の CM プランナーが自分一人で、毎日が文化祭準備期間だった時期もあった。あれもこれもこのためにあったのかもしれない。ビールがうまい。ビールの銘柄はその国のものと決めている。ラオスではビアラオ、タイではチャーンだ。東南アジアのビールは薄いのでごくごく飲める。ついつい飲みすぎてしまう。もしかしたら、なぜビールばかり飲むんだ。ビール以外のお酒もあるじゃないか。私はビールが飲めないから、ビールの話ばかりされたら不愉快だ。というありがたいご意見もあるかもしれない。この10年で視聴者からのありがたいご意見や SNS のどこの誰だかわからない声にも答えるようになった。なので丁寧にお答えさせてもらう。ビール以外の、例えばカクテルだと甘すぎたり、ハイボールだと炭酸が弱すぎたりなど、当たり外れが多いのです。その点でビールは間違いないのです。夕日がチェンマイの山の裏に沈みかける。ピンクとブルーの混ざったクリーム色の空を、空港から離陸した飛行機が飛んでいく。肌に触れる風が気持ちいい。ビールが進む。
俺はこんなに忙しいのに、お前は何をのんきにビールを飲んでいるんだ。聞いているだけでイライラして不愉快だ。若いうちはたくさん働け。というありがたいご意見もあるかもしれない。この10年で視聴者からのありがたいご意見や SNS のどこの誰だかわからない声にも答えるようになったのだ。なので丁寧にお答えさせていただきます。本当その通りです。僕もこんな日々を1ヶ月もしていたら社会復帰できるか不安です。帰国後はしっかり労働させていただきます。ありがたいご意見ありがとうございます。気づくと夕日は完全に沈んでいた。代わりにチェンマイの空に爪が浮かんでいる。爪が空に浮いてるはずないだろ。というご意見ありがとうございます。爪みたいな形をした三日月でした。今夜もよく飲んだ。足元に気をつけながら宿に戻って伸びた爪でも切ろう。